シーメット、またはメットは、人ではメット遺伝子によって高度される、タンパク質で肝細胞増殖因子受容体として申しられる。このタンパク質は、ロシンキナーゼ活性を有する。一本鎖の線具体タンパク質への翻訳後、アルファサブユニットとベータサブユニットへ切断される。両者は、ジスルフィド結合で連結されて、成熟型の受容体を形成する。 メットは一回膜貫通型の受容体系チ治シ新キナーゼで肺発生、機関形成、総症治癒に必須である。メット受容体の基地のリガンドは肝細胞増殖因子、細胞分散因子とそのスプライシングによるアイスホームのみである。メットは通常上皮由来の細胞で発現しており、一方、HGF の発現は肝陽由来の細胞に限定されている。 HGF がメットに結合するとメットは二両体化し活性化されるがその過程は完全には理解されていない。ガンでのメットの異常な活性化は予後の悪さと相関しており異常な活性型のメットは腫瘍の成長や腫瘍栄養を供給する血管の形成他の機械へのガンの拡散を引き起こす。メットは腎臓、肝臓、胃、ちぶ 脳などの多くのタイプの悪性腫瘍で調節異常が見られる。通常、メットを発現しているのは肝細胞と専務、細胞だけであり、肺で新たな組織を形成したり、生体で損傷組織を再生するための新順製造食を可能にする。しかし、肝幹細胞では正常な肝細胞のメットの発現能力が乗っ取られており、肝の持続や 他の部位への拡散の原因となっている。メット遺伝子の様々な変異が乳頭常人細胞癌と関係しており、メットの過剰発現や HGF との強発現による自己分泌型の活性化の双方が発岩へ関与していると示唆されている。メット遺伝子は全長 125,982BP で7番染色体の7931に位置している。 転写されて6641塩基の成熟メッセンジャー RNA となり、その後1390アミノ酸のメットタンパク質へと翻訳される。メットは受容体系チロシンキナーゼであり、一本鎖の線具体として産生される。線具体は風林切断部位で切断され、高度にグリコシル化された細胞外のアルファーサブユニットと膜を貫通する。 ベータサブユニットとなる。両者は、ジスルフィド結合で連結されている。細胞外領域には次の構造が含まれる。膜金棒セグメントには次の要素が含まれている。HGF による MET の活性化は、MET のキナーゼ触媒活性を誘導し、TL1234 と TL1235 のトランスリン酸化を開始する。これら二つのチロシン残機は、 様々なシグナル伝達因子と結合し、メットによって駆動される。様々な生物学的活性を開始する。メットによって駆動される過程は、インバシブクロースプログラムと総称されることもある。シグナル伝達因子は、メットの多機質ドッキング部位と相互作用するが、GRB2 に SH に、SH2、SRC、π3K の調節サブユニット P85 のように、 直接相互作用するものと、足場タンパク質であるガーブ1をお介して、間接的に相互作用するものがある。多機質ドッキング部位に位置する TL1349 と TL1356 はどちらもガーブ1、SRC、SHC との相互作用に関与しているが、GRB2、PLC ガンマ、P85、SHP2 のリクルートには、 ティール1356のみが関与する。g ブ1は、メットに対する細胞応答の重要な調節因子であり、メットの細胞内領域に高いアビデティ、低いアフィニティで結合する。メットとの相互作用によって、g ブ1のいくつかのチロシン残器がリン酸化され、そこへ、π3K、SHP に、PLC ガンマを含む、シグナル伝達のエフェクター因子がリクルートされる。 メットによるガブ一致のリン酸化によって下流のシグナル伝達経路の大部分を媒介する持続的なシグナルがもたらされる。メットとの結合によって複数のシグナル伝達経路が活性化される。メットは新純製造色として知られる複雑な過程を媒介する。メットの活性化は有意と分裂の開始と形態形成を誘導する。肺発生において 扁平な二層の肺盤から三次元的な太鼓作りへの転換は一部の上皮型細胞の防水型で運動性の高い関陽系細胞への転換に依存している。この過程は上皮関陽転換と呼ばれている。肺発生のより後の過程では、メットは特に幻聴形成、血管新生、筋芽細胞の移動、骨細構築、神経の発芽に重要である。メットは 肺発生に必須であり、メット、マウスは、胎盤発生の重篤な血管のため子宮内で死ぬ。さらに、メットは、生体での肝臓の再生や、創傷治癒などの重要な過程にも必要である。HGF、メット軸は、心筋の発生にも関係している。HGF とメット受要体の、メッセンジャー RNA は、心臓の運命決定直後の E7.5 から、 E9.5 まで、心筋細胞で強発現している。HGF リガンドと受容体の転写産物は、心臓の拍動とルーピングの出現以前から、検出され、心臓の形態が複雑化し始める、ルーピングステージを通じて持続する。鳥類での研究では、心内膜床からの上皮管用転換が起こる、発生段階では、HGF は、防湿管の心筋層に存在している。 しかしながら、メットは、心臓の発生には必須ではなく、心筋で、メットがノックアウトされた、コンディショナルノックアウトマウスの心臓発生は、正常である。通常、メットは、上皮細胞で発現している。しかし、メットは、内皮細胞、神経細胞、肝細胞、造血系細胞、メラニン細胞、新生児の心筋細胞にも存在している。 HGF の発言は、寛容由来の細胞に限定されている。メットの転写は、HGF といくつかの成長因子によって、活性化される。メット遺伝子のプロモーターには、新純製造食に関するいくつかの遺伝子を制御する、e、ETS 転写因子ファミリーの推定結合部位が4つ、存在している。ETS1 は、インビトロでメットの転写を活性化する。メットの転写は、 細胞内の低酸素状態によって活性化される皮膚1によっても活性化される。皮膚1はメットのプロモーターの低酸素応答エレメントの一つに結合する。また、低酸素状態によって転写因子 AP-1 も活性化され、これもメットの転写に関係している。メット経路は癌の発生に重要な役割を果たす。 ミア -199A によるメットとその下流のエフェクターインシアーク2の協調的なダウンレギュレーションは細胞の増殖を阻害するだけでなく主要細胞の運動性や浸潤性も効果的に阻害する可能性があるメットの増幅は明細胞腺癌のバイオマーカーとなる可能性があるメットの増幅は大腸癌の抗イーグフル療法に対する 抵抗性をもたらすことが多い。自閉症のリスク遺伝子のデータベースであるスファリジーンデータベースでは、メットの自閉症スコアは2.0であり、メットが自閉症に関与する有力な候補遺伝子であることを意味している。データベースでは、少なくとも一つの研究において、メットが統合失調症の症例に関係していることが示されている。メット遺伝子は、 遺伝子のプロモーターの多形を同定した研究で、初めて自閉症への関与が示唆された。このプロモーターの多形は、メットの転写を50%低下させる。さらに、自閉症リスク多形としてのメット遺伝子の変異は、他の研究でも示されており、自閉症と消化管障害を抱える子供で多く、見られることが示されている。稀な変異が、家族の二人で観察されており、一人は、 自閉症、もう一人は、社会的コミュニケーション症の症状を示している。脳の発達におけるメット受容体の役割は、他の発生過程におけるとは異なるものであり、メット受容体の活性化は、シナプス形成を調節し、社会的行動や、情動的行動に関係する回路の機能の発達に影響を与えている。生体のマウスでは、メットは、加齢と関連した酸化ストレス、 アポトーシス、繊維形成、心臓機能不全を防ぎ、心筋細胞を保護するために必要である。さらに、クリゾチニブや PF-04254644 などのメット阻害剤は、細胞モデルや臨床前モデルでの短期投与試験が行われており、活性酸素種の酸性、カスパーゼの活性化、代謝の変化、イオンチャネルの遮断によって、心筋細胞の細胞子を誘導することが、 示されている。損傷した心臓では、HGF、メット軸は、心筋細胞での生存効果の促進、血管申請、繊維形成の阻害、抗炎症、免疫調節シグナル、心筋幹細胞の活性化による再生によって、心臓保護に重要な役割を果たす。点は、脂質とプロテインホスファターゼに依存した活性と、依存しない。 活性の双方を有するがん抑制因子である。テンはホスファターゼであり、π 酸系によって生成された p i p 酸または SHC の P52 アイソフォームを脱リン酸化することで、メットシグナル伝達に干渉する。SHC の脱リン酸化は GRB にアダプタータンパク質の活性化メットへのリクルートを阻害する。人細胞がんにおいて、ん抑制因子。 VHL の不活性化とメットシグナル伝達の増加が相関しているという証拠が存在する。心臓の悪性形質転換でも同様である。腫瘍の浸順と転移は、がん患者の主な死因であり、メットシグナル伝達の阻害は、有望な治療アプローチとなると考えられる。人で臨床試験が行われている HGF とメットを標的とした実験的、 治療薬のリストはこちらで見ることができる。キナーゼ阻害剤は ATP がメットに結合するのを防ぎ、需要体のトランスリン酸化と下流のエフェクター分子のリクルートを防ぐ低分子である。キナーゼ阻害剤の限界はメットのキナーゼ活性依存的な活性を阻害するだけであること、メットに対する十分な特異性を示すものはまだ存在しないことである。HGF は メットの基地の唯一のリガンドであるため、HGF、メット複合体の形成を防ぐことで、メットの生物学的活性を防ぐことができる。こうした目的のために、切り詰められたメットや高 HGF 中和抗体、非切断型 HGF がこれまで利用されてきた。HGF 阻害薬の大きな限界は、HGF 依存的なメットの活性化しか防ぐことができない点である。 デコイメットは切り詰められた可用性のメット受容体である。デコイはリガンドの結合とメット受容体の主に両体化の双方を防ぐため HGF 依存的なメットの活性化と非依存的な活性化の双方を阻害することができる。区限241は主要の成長と転移を高効率で防ぐことが動物モデルで示されている。免疫療法に用いられる薬剤は メット発現細胞に対する免疫反応を強化するか、または免疫細胞を刺激し、主要細胞の分化、増殖に変化を与える。受動免疫療法モノクローナル抗体の投与は一種の受動免疫療法である。モノクローナル抗体は、補体依存性細胞障害と抗体依存性細胞障害によって、主要細胞の破壊を促進する。CDC においては、 モノクローナル抗体は特定の抗原に結合して、補体系の活性化を引き起こし、主要細胞に穴の形成を引き起こす。アドックにおいては、モノクローナル抗体のファブドメインが主要抗原に結合し、FC ドメインがエフェクター細胞に存在する FC 受容体に結合することで、エフェクター細胞と標的細胞の間にブリッジを形成する。 これによって、エフェクター細胞の活性化が誘導され、好中球やマクルファージによる主要細胞に対する食作用が引き起こされる。さらに、NK 細胞は細胞障害性分子を放出し、主要細胞を溶解する。濃度免疫療法メット発現細胞に対する濃度免疫療法は、インターフェロンやインターロイキンなどのサイトカインの投与によって行われ、 多数の免疫細胞の一組的な刺激を引き起こす。インターフェロンは多くの種類の癌に対する治療としての試験が行われており、治療効果が示されている。イルマイナスには、メット活性の調節異常が多く見られる人細胞癌と転移性メラノーマに対する治療として、アメリカ食品医薬品局に承認されている。メットは次に上げる因子と相互作用することが示されている。 ありがとうございます。